ポーパスはアメリカ海軍の潜水艦、プランジャー級潜水艦の一隻。その名を持つ艦としては3隻目。ポーパスは1900年12月13日にニュージャージー州エリザベスのクレセント造船所で寄港した。1901年9月23日に命名、浸水し、1903年9月19日にニューヨーク州ニューサフォークのホーランドトーピードボート社で、 チャールズ・ピー・ネルソン隊員の指揮下収益する。収益後は、ニューポートの海軍水雷ステーションに配属され、水雷実験任務に就いた、ポーパスは1904年9月に、ニューヨーク海軍交渉に入居、修理と改修が行われ作業は1906年2月まで続いた。1907年3月7日に第一水雷召艦隊に配属され、ポーパスは、 メリーランド州アナポリスで6月まで海軍兵学校生の士官候補生に対する訓練任務に従事した。その後ニューヨーク海軍交渉で1908年4月21日に退役する。部分的に回収されたポーパスは球体艦シーザーに姉妹艦シャークと共に搭載され、スエズ運河を経由してフィリピンに運搬される。カビテの海軍補給地に到着した。 ポーパスは1908年7月8日に浸水し、11月20日に最終駅した。プランジャー級は小型な艦であったため、乗員は奉艦エルカのに普段は乗艦した。1909年4月、ケネスホイッティング少尉がポーパスの艦長に着任する。4月15日にホイッティング艦長と6名の乗員は乗艦指定時の巡航に出発した。ポーパスはドックを出て、 マニラ湾へ出て行った。間もなく潜水し、20フィートの深さで水平になる。その後、ホイッティング艦長は潜水の目的を明らかにした。ホイッティングは潜水艦の乗員が巨雷発射艦から脱出できるものと確信して、自らも実験台にしてその理論を証明しようと決心していた。ホイッティングが直径18インチの発射艦に入ると乗組員が 内部ドアを閉め、彼は外部ドアの横木にしがみついた。外部ドアが開かれ海水が流入すると、ホイッティングは王木にしがみついて、肘を発射観光に引き、手と腕を使って発射管から脱出した。脱出まで77秒が経過していた。彼はその後水面に泳ぎ、ポーパスも海面に浮上した。彼は実験に関して人前では話さず、 艦隊指揮官のガイダ・リュー・エス・キャッスル隊員に報告した。キャッスル隊員は実験がどのようにして行われたかに関する報告書を提出した。ポーパスの当日の日誌にはホイッティングは実験として水中で通常の状態にある艦の魚雷発射管を抜け出た。と簡潔に記述された。ポーパスは1909年12月9日に アジア水雷艦隊第一潜水艦部隊に配属され、続く10年をカビテ沿岸での定期的な活動に従事した。1911年11月17日に A-6 と改名され、第一次世界大戦の間は A1 ベイリー大尉の式下マニラ湾入り口の偵察任務に従事する。1918年12月1日に通常任務状態に置かれ、 1919 19年12月12日に退役・カビテの海軍ステーションで排気のため保管される。1920年7月17日に船隊番号 SS-7 が与えられ、1921年7月に標的艦として使用することが認可される。A-6 は1922年1月16日に除籍された。ありがとうございます。